ジェーン・アチェジェーン・アチェ、本名、ジャンヌ・アチェは、フランスの画家、イラストレーター、ポスター画家である。アール・ヌーボーの時代の画家で、1895年から1912年の間、最も活躍した。トゥールーズで生まれた。父親は、タルヌ県ラバスタン出身の軍人である。1890年に、パリに出て、アカデミー・ジュリアンで、 ジャンポール・ローランスやマルセル・バシェの下で学んだ。フランスロマン主義を代表する人物、ジャン・ジョセフ・バンジャマン・コンスタンの影響を受けた。1895年のフランス芸術家協会展に初めてパステル画を出展した。翌年の11月、24歳の時に描いたタバコ用巻き紙のポスターが予期せぬ成功を収めた。ポスターの国際展覧会で、 アール・ヌーボーを代表するグラフィックデザイナー、アルフォンス・ミューシャと知り合い、彼の影響を受けた。当時のフランスのポスター画家の中の唯一の女性画家であった。ミューシャとの関係は1900年頃、終わり、フィアット・ボランタス・トゥーアなどの宗教的なテーマに移っていった。1897年から1911年の間、フランス芸術家協会展に出展した。 1901年から1905年の間、若い女性向け雑誌の写真絵を描いた。1905年に5歳、若いレイモンドルルと結婚するが、夫は1918年に戦死した。1920年に、故郷の古い知り合いと再婚し、1923年に引退し、ラバスタンに住んだ。ありがとうございます。